の？もう読めるよ。韓国語読めるの。すげえ。なんでそれ読んで読んで読んで。すごいよ。三人綺麗。すごいことよ。違う。韓国語で。ゆっぷに三。すごい。すげえ。すごいやん。これで韓国語できるって言っちゃったからさ。あの前になんかイベントあったじゃない。あったね。韓国の。それでなんか韓国語喋らされる。しかもこの前もスタッフさんに韓国語喋れますかって。そうだよ。あ、じゃあ喋れますか。勉強まだしてますから。動物の時も言ってたスタッフさん。古澤さんってまだ勉強してる。かわいい。え、そうなの？初めて知った。まだいないのに。いないのに言ってた。ねえ。いちごのバスケット、そう、5人マジャヨいちごとごみょんえよカップティーカップありがとうね。ゆめゆめらんまならんとあおらんにだ。それはですだからまだ終わってないでしょ。かえりらんひのにだにだやったにだにだ。今自己紹介する。うん、じゃあんにょーん。あんにょーん。ゆめらん、저는ゆめらん、まならん、あおらん、저는かえりらん、ひのらん、にだ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 、ちょっとかむにだ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 、すごい、かっこよかった、笑ってくれ、笑ってくれ、笑ってくれ、チャルプタハンニダ。お久しぶりです。チャルプタハンニダ。マジで結構読めるじゃん。すごい。ヤニョムチキン。こんばんは。ヤニョムチキンニダ。イルボンサラムニダ。サラムリダ。ヤニョムチキン大好きって言ったけど、サラヘっていうの。ヤニョムチキン大好き。飲むチョアよ。飲むチョアよ。ねえ、なに。すごい。キムチにだーって。キムチにだ。キムチです。こんにちは。すごいね。すごい。こんにちは。めっちゃ広いコメントあるよ。中国語。マナちゃんは日本語よりも韓国語が上手だ。日本語できない。上手だよ日本語も。お金受せよだって。お金受せよ。お金ちょうだい。ええ。かわいい。お金あげちゃう。何ウォン何ウォン。ハナウォン。え、ハナウォンっていう。態度でかね、ね、一発芸。一発芸もやばい。ウォンの時はさ、ハナウォンっていうの。どういう意味？ワン、ハナワンって言うの。いいよ、言ってて。お金？そうじゃない。ハナ、トゥ、セ。それしか知らない。今日ね、公演初日、私個人的初日でした。ありがとうございます。どうでしたか？あおちゃんもね、新しいポジションを MC してる。わかる、MC これ。まだ公演の続き。そうです。ティーカップありがとうございます。ティーカップっていうの？え、違うの？まだコーヒーって言ってた。え、私食器って言ったから。食器やばい。あのね、ガチなだからこのギフト、コーヒーのギフトあるじゃん。紅茶でしょ。紅茶だよね。みんなじゃあそれぞれということでいいよ。難しいよね、たまにわかんない。韓国招待するときに事務室に連絡します。オフィスで断ったら招待はできます。どういう話？なんか和訳してくれた。あ、そういうこと。カムサハムニダ。カムサハムニダ。かわいいよ。指ハート。キヨウ、キヨウ、キヨウ、うちらキヨウも、キヨウ NGT、キヨウ、キヨウ、こんばんは、二度目の訪問です。配信頑張ってね、ありがとう。あおちゃんニポジびっくりだって、嬉しい。そうだよ、みんなね、あのそれぞれヒノがあのサイハもともといたとこで、で、あの私葵、青のトリガールがいるみたいな言われてたんだけど、あ、そういうことね。あ、言われてたのか。そうそう、言われてたのはそうだったんだけど、あね。そう、でも青がまさかのね、まさかのね、ね、頑張って。だってあなた卒業するんでしょ。そうだよ。本当に。そうそう。そうだよ。そうだよ。そうじゃん。可愛いと、ティーカップと、あら、ありがとうございます。だからね、でもね、覚えてくれたから。でも逆に言うとまた誰かの。わあ。確かに。あの人。反抗心がすごいから。マシモさんすごくあのお腹すいた。え、わかる、お腹すいた。え、わかる。うどんまだあるかな。お腹すいた。あるんじゃない。食べなよ。待ったと思う。急がないとね。ちょっと名前だけ見ていい？よ。
きり自主練の成果、自主練、自主練、うん、自主練、そう、そうです、ね、でもちょうどなんかさ、青がそのは青と春と日野とで、うん、まあ何日かリハできたんだけど、その青が言ってくれたから、春がその青から直接聞いて練習できたから、すごい効率は良かった。なかったの、見られてた、あー遅いからね、やりますかって言ってみるわ、言えば取りすぎた、うん、つけてなかった、うん、まだありがとうございます。青ちゃん目が好きです、ありがとう。なんか青のメニュー、わかる、なりたい、青、あ、家族みんなこの目、みんな揃うの、うん、昨日青のさ、昨日かなんかにインスタ載せてたけど、あの写真やっぱ好きなんだよね、どの写真、小さい頃の、あ、それ、あ、それね、まだ個人的にもらったことある前送ってって言うから、そう、だからもらったんだ、あんまいないよ、人の幼少期の写真欲しいって、でもな、はるかのも保存した、はるかのも可愛いよね、ほらメンバーの幼少、え、見すぎ、うん、あれ可愛いよね、可愛い、なんか育てたくなった、あのはるか、めっちゃ可愛かった、夜で、あの、うん、そうです、こんばんは、メンバーの、だって夢のも保存したじゃん、まな送ってって言ってさ、いつ、え、前だよ、なんか、どんなやつ、なんか気まずそうな顔ね、え、覚えてない、一人その後、いや、なんか、多分兄弟と撮ってたんだけど、うん、夢のところだけ切り抜いて、うん、ってもらった、記憶ない、マジ、なんかどんどんメンバーの幼少期の写真見るの好き、好きなの、あ、レイナのランドセルも可愛いよね、え、可愛い、めっちゃ可愛い、カホのさ、カホのさ、あ、待って、私もそれやつまだ持ってる、もう、うん、え、めっちゃ持ってるんだけど、まだメンバーの幼少期の写真、いつのだっけ、いつの話のやつ、これ何で幼少期だって、ちょちょちょ、いつもらったか、うん、めっちゃ昔の話、うんうん、いや、いや、うん、ここ1年って感じ、カホ、カホのはそう、何の時だか忘れた、みんなもさ、ちっちゃい時があったんだね、当たり前でしょ、それはそうでしょ、あ、充電されてない、嘘、あ、刺さってないんじゃない、これはできてない、まなちゃんの幼少期はお嬢様だって、私の幼少期ですか、でお嬢様見たいですか、いや、お嬢様じゃない、お嬢様じゃない、お嬢様になっています、あら、お嬢様になる、幼少期か、何してたかな、あ、めっちゃ覚えてんだよね、ま、お一切の記憶あんの、やば、すげえ、一番最高で、いつだろう、記憶はでも2歳からだ、いや、一番最高の記憶は、ヒノの、ヒノの知ってるよ、家でしてる、マジで、いや違う、それはね、何も覚えてないな、なんか、あの、本当断片的な記憶でしかない、わかる、そうそうそう、2歳の記憶って何、あの、具合悪くなって途中で保育園からパパが迎えに来たっていう記憶、すっごい具合悪くなって幼稚園ポカリ飲んでたからしかないかも、そういうの、幼稚園からしかない、私もう幼稚園のめっちゃバキバキに覚えてる、すげえ、すごい、わかる、なんか文化祭で何作ったかも覚えてる、私幼稚園で文化祭作ったの、いや、なんか全部ね、ツッコミをもらって今なんか蝶々作ってたつもりなんだけど人と被ったから先生に、あ、じゃあこれがですって言ってかわいそう私はね、がんがりしたの、かわいそうすぎる、すごいね、でもさ、アイドルになるって覚えること増えたから昔の記憶から減ってくんだよね。あ、でも分かる。なんか高校生とかはどんどん減ってくる。やっぱ決まってんだ。決まってるでしょ。決まってんだ。だからマジでさ、人のなんていうの、活動前にの人間の名前顔全部忘れてる。分かる。あのクラスの人の名前が分かんない。確かに。そう、マジ分かんない。仲いい人しか分かんない。そう、仲いい人は分かる。一緒にいた人ぐらいしか分かんない。確かに。先生の名前も、もう確かに。ちょっとそれはね、先生も覚えてない。今小学校からフルネームで覚えてる。え、あ、小学校ぐらいなら覚えてる。小学校覚えてない。中高、高校だね、高校。え、フルネームで全部書ける。書ける。それはすごい。少ない。まだめっちゃ多いわ。どういうこと？メンバー。メンバーじゃない。先生。え、何クラスあった？あ、先生。ニカさん。え、少なくない？何の時？小学？ずっと。あ、ずっと中学も。うん。少なく。中学に6組。私も5、6ぐらい。中学、中学、うん、人口が、人口そう、私も人口多い方なんで、そうなんだ、なかった、やっぱ少子化だから、少子化、青4だった、東京なのに、そう、東京だから、東京って少ないの？いっぱい学校あるの？分かんない、分かれてる、確かに、うん、基本分かれてる、学校の数多いって聞くよね、うん、そう、だって大、なんとか第二小学校とかいっぱいあるじゃん、地区ごとに、そういうことね。うん、知らない世界だ、うん、え、みんなと同じクラスになってみたかった、やだやだやだ、絶対うるさいよ、
ね、え誰といるんだろうって考えて、まあ多分サーヤとか、ね、よくある合わな気がする。でも全然趣味合わなそう。あ合わないかも。日野はヨナコだと思うってこの前話した夢。意外だったけど趣味が合う人だった、うん、あ確かに。ナナミ、え待って分かる、私もナナミといそう。趣味合う人、あ確かに合う。多分誰とも仲良く合う。多分みんなになんか広く浅くな気がする。はるか、あ春はあり、ああそうね、うん、まあそうだね。テラヒナは絶対、ああうん、あそうだね、趣味も合うしね、趣味、うん、あちゃん眠いんです、眠い眠い眠い寝ないで、今日眠い、こんばんは。なんかうちら今日さ灰色じゃん、あ白だった、ごめんごめん、これも灰色、えっとそうだうちら灰色、そういう意味ですけど今日灰色。なんか変えた、白バイだ、うん、なんかさっきさっきよりダサくない、まだダサくないなってくれたってなの、小さい時で覚えてるってこと、ね、この中のモコモコ具合も一緒、年中3か年小3の時に歯が抜け、あ私の今までで一番昔の記憶ね、うんうん、歯が抜けたの、うんうん、初めて年少3ぐらいの時、早いね、早いのよ。で歯抜けることなんて知らないから当時、うん、知らないの、年少さんだよ。あ、じゃあクラスで初めて抜けたってこと、その分からんけど、分かんないけど、周りにそういう人がいなかった、どうしたらいいか分かんなくて、抜けた、何かどもう歯くれて、口いっぱいだって、先生かわいい、先生追いかけ、よく覚えてるね、もうやら、覚えてる覚えてない、でもそこまでそのね、びっくりめっちゃ焦ったって覚えてるっていう、確かに、うん、歯抜けてたな。歯抜けたね、あ、うん、救急車運ばれた記憶、なんでなんか、うん、親戚かなんかの運動会に、うん、ママの後々そこに通うことになる幼稚園だったんだけど、うん、応援しに行ってたの、うん、多分立ったばっかなのか分かんないんだけど、うん、なんか椅子に座ってたの、椅子に立ってたんだ、うん、椅子に立って応援してたの、うん、そして後ろに倒れちゃって気失って、でも青ね、青ね、泣きすぎて気失うこととかあったの、泣きすぎて痛みじゃなくて気失いやすくて、危ない、で救急車運ばれて記憶めっちゃある、気失ったけど記憶あるんだ、気失、あ、あるの、そう、倒れた場所も覚えてんの、うっすらなのかな、そう、倒れた場所も覚えてる、すごい、人間のね、記憶って面白いから、面白い、何も覚えてないわ。よしこの記憶さ、年少さんぐらいの頃にさ、なんか桜の絵があって、そこにめっちゃ霧、え、霧がちぎり、ちぎって貼るやつ、そうそうそう、なんか最古の記憶、可愛い、可愛い、だね、可愛い、言ってるね、めっちゃ覚えてる、いいな、あなんかバレエとかプールとか、うん、なんか習い事、うん、なんかなんで始めたか全部きっかけ覚えてるもん、すごい、きっかけ。私何やってたかも覚えてないわ、習い事、習い事、そんなことある、習い事何やってた、あ、でも実は私プール一番最初、マナもやってた、もやってた、私喘息持ちだったから、あーよくプールするといいっていう、あ、そうそう、喘息、親子プールみたいな、あーあとなんだっけ、親子プールはやってない、やってない、英語、英語、え、塾系は行ってないんだ、行ったことなくて、ピアノ、ピアノやってた、やってない、ピアノやってた、ピアノやってた、歌ダンスか、じゃあ、うん、じゃあ、じゃあ次タップダンス、あでもね、ダンス、トップ、あ待って、そうトップダンスシューズみたいなの履いてた、ミュージカルの子ってタップダンスやってるイメージ、そうそうそう、結構ねやったことあるんだよ、ダンス系、バレエ、ジャズ、ヒップホップ、そうタップダンス、まあ、タップダンスっぽい、ロープっぽい、できない、ね、もうちょっとねいっぱいできるようだったらさ、披露しね、確かに、なんか得意だ、まだできるけど、いやでもなんかさタップダンスってむずくて、なんかその技とか じゃないというかさ、うん、なんかこ今できないけど、うん、こういうさ、なんていうの、こういうつま先のとなんかだから、うん、そうそうそう、なんかねむずいよね、うん、あんまり、何これ、センス必要、芋虫だよ、ありがとう、芋虫だ、ありがとう、何やったことあるんだっけ、あらお花、ありがとう、覚えてないな、お星様、ありがとうございます、ピアノの記憶めっちゃある、わかる、ピアノの記憶はめっちゃある、なんかピアノね、もう1年間ママに止められてたの、年中なんで止められてたの、なんかママ大変だからって、1年間言い続けたらできた、
へえー、そうね、やりたかったな自分で。そう、めっちゃモチベ高かった、ピアノモチベ、ピアノモチベ。私バレエがマジで死ぬほど先生と合わなかったんだよね。どういうこと？バレエの先生ってでも大体怖くない？怖くない？そうなんだ。え、やってたのバレエで？注意してなんかなんぼというか。え、そうなの？しかも容赦なく開いてこない。そう。めっちゃ。あなたはこうよ。どういうこと？あなたはこうよって言われて。なんかでもそういうこと？バレエか。そう、注意されて治るの。姫のあれ、今弱虫が歩いてた。え、すごあ、あるよね、このアリス仕様ね。え、かくやまな以外バレエ経験者。え、ほんとだ、まだね、そうじゃん、まだやったことない。バレエ多いよね、バレエ。めっちゃ確かにバレエ多いね。だから、渡り鳥の MV とか見たら分かりそう。経験者。弱虫食べた、今まめっちゃ分かる。弱虫食べた。でもあれさ、靴がさ、え、そうなの、痛すぎて、もうバレエとかもそういう話じゃなかった。薄かったの。それこそ君のニュースとかはさ、あれバレエ経験したら踊りやすいよね。確かに。そう、見ようとして聞いてなかった。洗濯機見た。確かに。え、ハト、いいじゃん、モノマネ。ハトが飛ぶ音。この服着てなきゃいけない。一生着てな。マナとお揃い。嘘で、マナと。バラありがとうございます。猫。みんな眠くない？追っかかってる。ラスベガス。体重乗せた。あ、ね、今さ、追っかかってでさ、思い出したんだけど、あなたさ、マックス時315号のイントネーション、やばくない？行ってみて。マックス時315号。違う違う、今合ってるじゃん。うん。で、昼公演の。え、昼？うん。どうだった？思わなかった。え、すごい。で、カイリーさん、いつも、え、すごい。すごい。トランプ、トランプの、ありがとう。どこに置いてたの？どこだっけ？聞いてください。マックス時315号っつったのかな？15号。そう読む？15号。315号。マックス時315号。なんかね、違ったんだよね。もっと違った。ゲームで見よう。後で確認する。マックス時310。なんかね、マックス時315号。マックス時じゃない？あ、マックス時。え、違う、消す。マックス時315号。300？ 違う。なんか絶対飛んじゃう。3は3。315号って言ったのかな、わかんないけど。315号。でも、ね、15号ありえそう。315号、ね、そう、あ、変わったら見てみて。なんか、ま、マジでね。お昼？昼。わかりました。え？と思ってさ、見てみてください。すっごい気になっちゃった。ごめんなさい、アーカイブでチェックしてください。おもろい、おもんかったんだよね。これはもう、でも、かなりそういうとこあるからね。ね、イントネーションで違った。いちごでしょ。いちご、めっちゃ新潟。後ろでしょ。カレーってさ、嘘。めっちゃ新潟のさ、ルーだけを表すときカレーなんだよね。多分ね、おばあちゃんと住んでるからかもしれない。あ、そうなんだ。そう、二世帯になるけど、まあ別なんだけど、同じお家ではあるから。一緒だ。そう、そうなんだ。え、あーねって言う？え、あーね、学生の頃は言ってたけど、今は言わない。わかる。ファンの方にアーネは使わない。使わない。なんかアーネだっけ。でも誰か使ってた。誰だろう、わかんない。青青使ってね。アーネ。わかんないけど誰か使ってた。アーネ。アーネ。でもアーネって方言らしいよ。らしいよね。そう。なんかね、これね、埼玉なのよ。なになに、埼玉の？ええ。埼玉方言なの？すごいじゃん埼玉。え、そうなの？とどろかせたんだ。そうそう。すごい全国に。なんか。昔、えっとね、なんだっけな、今調べてね、ちゃんあ、偉いもそう。偉い？え？あの、偉いね、今日は偉い疲れたんだよね。あ、そうそうそう、今日は偉い食べるな、それを言わないよ、とかもだけど、すごくみたいな。なんか大阪出身とも一緒だけど、埼玉もやるみたい。そうなんだ。すごい。発祥？あーね、うん。あ、ね、あ、そうだねという挨拶を略していったり。それってやるかと思って JK 語みたいな。わかるわかる、それなみたいな。 JK の略。それな方言。いや、それはな、は違うんじゃない。 JK その割にはめっちゃ見つかった。埼玉の方言にしたっけがあるよ。なんとかしたっけ、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 なんとかってやつ、でもね、あの実際は埼玉はそうしたらって意味なんだって。へえ、違うんだよ。東北ではなんとかしたらだよね。うん、あ、そうだね。
いやこうこうしたっけさって言ってて、うんうん、なんか違うんだって、なんか掃除もしたっけ出かけようか、うん、とかっていう言い方らしい。え、何気に何気にも浅い玉らしいよ。あとなんとかじゃねも埼玉らしい。普通に使う発祥がやばい。なんかそうなんなんなんもそうらしい。すごいよ、いっぱい書いて、ね、言い換える。埼玉ってなんなん、いっぱい、なんかだから結構あのあれみたいだね、そのみんな起きて。はい、一番でもそうだったじゃん。やばいよ、こんばんは。やばい、もうありがとう、ありがとうだし、あんが止まらない。ごめん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 、大丈夫今眠れよね。埼玉の影響力強すぎる。いやまあね、言うてね、埼玉ってね、まあ都心の方ですか。いや夢死んだ。都心っていうか都心の、ね、煽られた。なんてなんて煽られた。埼玉はまあ都心の方ですからね、本物の都心がいます。いや都心、まあまあまあ、みんなこんにちは。公共なことにはね、ウィンも東京生まれだから。N ターン、あ、N ターン、 N ターンしたもんね。稲城市生まれなんで。読売ランドですよ。あ、読売ランドで生まれた。違うよ。読売ランド誕生。わかる、ハッピーや。ハッピーじゃん。近くにあるものは読売ランドとか。わかりやすい。サンリオピューロランドとか。地元行ったのマジですごい。地元行ったの？行った、行ったじゃん。どういう意味？地元公表したじゃん。あ、そうなの？コンサートで。え、もう言ってもいいの？え、なんで公表したの？え？あ、待って、コンサートだ、あのツアーだ。コンサートで行った。埼玉会場の時に行ってた。そう、そう、だからね、あの、あそこを見たことない人は知らないんだよね、結局。あら。あれ以来、公表して何か変わりました？いや、何も。うん。心境の変化とか。心境の変化？うん。そうですね。はい、スイッチ入った。お疲れ、ありがとうございます。チョコのバラもありがとうございます。でもね、なんかそのすごい大人の人が、先生、当時なんか小学校の校長先生とかやってた方がすごい応援してくださって、私のショールーム見てるって。先生、嘘、先生見てるんだ。そう、それは嬉しいね。絶対見てないわ。だからさ、本当にそれこそさ、なんか応援大使的なのさ、やれたらいいなって思うけど。確かに確かにね。眠い、起きて。あ、確かに眠いと暑いわ。まだ寒いもん。ポカポカしてる。赤ポカ。寒くないの？ポカ。すごくない？眠くないの？今の。先生すごい。なんか体の水分が全部抜けてる。水分がすぐって抜けてる？汗かいて。あ、そういうことね。みんなさ、この声の中で何の曲が一番好き？二人乗り。二人乗り。あ、じゃあ違うのにしよう。ユニットなしで全体曲で全部、まだ全てに置いてる。 あ、どうせよ、一部二部。あ、じゃあ一部の中で、まあもう4曲しかないけど。待って、一部の全体曲、うん、今決まった。一部の全体曲決まった。え、4曲しかない。はい、決まった。どういう観点に置いて。もう好き、お気に入り、お気に入り。せーの、君のニュース。おー、君のニュース。迷った。君のニュース。迷った。あなたの香りはいない。矢田さんに甘えられない。あ、いや、今ここに乗った。今ここに乗った。すごい、みんなやっぱりそれぞれだね。それぞれ。いや、君のニュースと迷った。なんか踊り始めてから君のニュース好きになった。もっと君のニュースいいよね。再び泣きそうになる。え、わかる。なんかもろくなる。諦めなかった。君今日落ちたみたいな泣きそうだった。わかる。え、じゃあ2部は待って、しまった。ねえ、待った、決まった。君がさ、なんだっけ、思い出せない。思い出せない。レッツゲット、レッツゲット、その汗は身の盛り待ってるぐらいを飲む。あの今、左のね、あ、左の自転車。待って、聞いたら思い出した。いいよ、せーので言える、言える、言うよ。ちょっと待って、じゃん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 。はい、言えました。いっせーので、暗闇。二人乗り、その汗。二人乗りだわ。暗闇、その汗。あ、わかる、その汗も悩んだ。その汗も、あの、つら、つら、つらい。あ、わかるよ。え、で、まだあの2曲は辛くないんだけど。ええー、本当に。あの、ただ、身の森でさ、みんな結構さ、わかる、あの2曲で体力削ぎ落とされてからの4曲。からの、喉、ケレッケレになる。ケレッケレだよね。どの曲もいいけどな。もうね、くまさん、ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。ハートもありがとうございます。ピカ
ップありがとうございます。今日ヒコ行きました。ありがとうございます。お腹すいた。また見ていただきたい。すごい、なんかピンクのイチゴのセットありがとうございます。ティーカップ、なんかすごいこっち見てない。ほんとだ、あの曲めちゃくちゃ夜動くよ、知ってる。二人乗りはいいんですよね、あの曲いい曲だね。二人乗りも泣きそうになる、初めてときめす。二人乗りも泣きそうになる、二人乗りってさ、どういう系の曲なの。すごい、ありがとうございます。切ない片思い、切ない片思い系の儚い声だよ。何考えて歌ってんの。本当だよ。だって泣きそうっていうか、どういう歌詞だっけって。切ないからね。ハートありがとうございます。芋虫ありがとうございます。でもなんかそういうハートも多いよね。そのやっぱさ、ファンから見たアイドルっていうのと似たような。儚い恋。うん、なんか別に恋とは言わないけど、でもあのなんていうの。切ない、僕は思ってるけど君は別に。でもそういう切ない曲ってやっぱ来るよね。来るか、来るよね。確かに確かに。じゃあ卒業しちゃうしね。切ない、ね、な。48史上一番ラブラブな曲ってどれ。ラブラブ、幸せを分けなさい。え、そうなの。どんな曲かね。結婚の曲だから。あ、ラスベガスじゃん。ラスベガス。あ、確かに。あ、幸せの曲だね。確かにラブラブだね。ハートの独占権とかもなんかラブラブ。え、ハートの独占 権奪い合いじゃないっすね。ダメ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 、なんでそれが。どうしたの帰り。でもあれの状況はちょっと考察しがいがあるよね。うん、考察しがい。うん、バラと結婚してありがとうございます。やばい、もらってる。僕あ、これどんない青が多分こうやったから。そうだよ、絶対ほこり舞ったからだよ。ごめんなさい、いいお店ありがとうございます。あー、ラブラドルレトリバー、確かに。あー、マナの色をしている。あー、いいな。何、あ、マナの今の日結婚してありがとうございます。面白いな。雨の動物園、うん、いいね、久しぶりに聞いたわ。お菓子食べるのか。みんな何か練習したっけ。さあ、みんなさ、青がさ、カホの子に入ると思ってなかったじゃん。だからさ、突然の青ちゃんの結婚だったじゃん。ああ、突然だよ。みんな嬉しかったでしょ。お、実はあれちゃんとやったの初めてだったの、レスベガス。え、もう一つ何、祈り。うん、左腕でしょ。一緒に出てたよ。すごい、タマありがとうございます。どうして、ありがとう、なんで、なんで、なんかメイドさんのタワーありがとう。かわいい。なんか最近タワーのバリエーションがジッパーもラブラブかも。あー、え、このアイスあるね。あー、このアイスあるね。え、ちょっと言っていいのか。なに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 、衣装でさ、衣装から私服に着替えるときに、うんうん、みんなでえ、わかる、やってた。見た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 。あれじゃん、プレイリストの収録の時でしょ。本当になんかおバカだなって思った。プレイリストの収録で終わって帰るよってなって着替えようってなったんだけど、みんな一緒に着替えるから、その石尾さんが下げるの、あ、足りなくて、そのジッパー下げて脱がすのに、うん、で、だから青がもっとーって言ってた。そうそう、さやちゃん、あ、下げた？ジッパーって、さや言ってた。おもろい。カルカもやってた。リカさんに睨まれた。なんでだよ。申し訳、リカさんめっちゃ冷たそうな目でこっち見て、なんかすいません。先生、言ってほしかったの。すいません。リカさん、これ生き延びしたの。違う。あ、そんぐらいだったの。あったな、かわいいよね。かわいい、微笑ましいわ、それ。あ、みんなにニコニコになった。笑ってなかったよ。ニコニコだよ。ニコニコだよ。めっちゃ面白い。ニいいよね。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。いや、ね、真似しないでよ。バラありがとうございます。ありがとうございます。なんか可愛い曲マジでやったことないんだよ。あ、マナは？え、確かに夢。一回見たことないでしょ、私がさ、可愛いアイドル。え、なんかさ、前やってなかった。あ、ガラスのアイラブユーぐらい。あ、それだ。
何が？え、可愛いアイドル曲マジでやったことないって話。ありがとうございます。流れ星とか言ってなかった？わがまま。わがままな。流れ星。あれは？羊。ひのちゃんの羊はもう無双してるから一生歌ってほしいもん。あれ可愛く歌うのどうやったの？いやあれは。じゃあオーガセンターやるわ。やって。いいね。楽しみ。ズボンの振りはないが。やったことある？ない。あれちょっと難しそう。羊まあ覚えちゃう。ひのちゃんの天使の尻尾。なんかさ、ひのってさ、わあほほって歌わない？おおほほ。あれってほなんだよあれ。そう。それが合ってたの。そうなんだ。そうだよ。やっぱ忠実だからひの。忠実だから。忠実。歌詞でおーほほって書いてある。おーほほ、おーびっくりマーク、ほほみたいな。なんかそ、確かそんな。一応一応一応。おー一応一応。そう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 。だから急にひっくり返るよね。おーほほ。可愛い系やってみたいな一回ぐらい。なんか天使の尻尾とか似合う。恋は天使の尻尾。ひなちゃんは冷蔵庫を覗いてほしい。覗く。覗くだけ？え、でも今から言える話だけど、一番最初にあ、一緒だったね。ホコリの時ね。振り分けられてたの一緒。そうそうそう。え、まだ一緒のとこだったの？まだ左腕。まだ今手に取ってるねポジション。え、そうなの？もう一人いた。ポジションをね、それぞれ。え、ナナミだナナミだ。え、ナナミなんだ。違う、ニキバージョンの時。ニキバージョン。全然覚えてない。ポジションが決まってて、それぞれそのあのいわゆる。何研究生アンダーというか、そうそう、人事の、あの人たちが出るポジションをサポート枠、そうサポート枠を それぞれ割り当てられてて、でそれが私もともとつぐちゃんがいたとこだったから、めっちゃ一緒じゃん。そう一緒一緒、左腕じゃねえわ、冷蔵庫やる予定だったの。もしだから踊れるけど、まあさすがに覚えてないか。王さんの抱きしめられたら見たことないので知ってほしい。でもやったことある。でも青はちょっとあのね、叶わないかもしれないけど、青がいてリカさんとマリナさん。最高。いやこれはもう完全な私のネタすぎるけど。いいね。周年公演でやった。マリナさんが喜んでくれた。見てみたいよ。そう。ね、懐かしい、なんかその当時の。ね、やったわ冷蔵庫。でも冷蔵庫めっちゃいっぱいいたのよ。いやだから5人ぐらいいたよね。つぐちゃんも出れるし、ちかなももともと入ってたし、プラス青も入ってたし、あとそこに2人かな、私も含めミリー、ミリーもそうだ、いたいたいた、ミリーとトモ、ミリーとトモと私だったの。え、多いね、めっちゃいたよね。カモ冷蔵庫なのに、カモ、ラスベガスの時がする。あ、ラスベガスめっちゃ覚えてる。そう、多すぎてどう考えてもいや、いらんよ。だったらさ、ね、あのもっとなんか別にさ、ね、それこそゆかさんのとことか、うんうん、あんだいなかったからやればよかったんです。ゲスとかじゃないの？順調おしり、帰り帰り怖い。ちょっとごめん、どうしたの？めっちゃ目描いてた。描くなよ。めっちゃ上向いて目描いてた。映ってた？映ってる、絶対。ねえ、何してるの？え、私ショールームでさ、コンタクトとか外しちゃうんだよね。でもそれあれ画面外でしょ。画面見ながら、鏡を見ながら、鏡ってこと。すごい。みんな慣れてるかも。ひのちゃんのファンの人も。あれきや。いや、多分ひのちゃんもそんな変わんないよ。あ、よかったよ。ひのちゃんのあれだから。ペットボトル潰した。私生活配信して。わかる、それ見た、なんかツイッターでさ、あれしてなかった。あの私普段配信でペットボトル潰し配信とかやるの。え？あと配信でドライヤーかけたりしてたの。何をするの？私生活を潰してんの。包み隠さ掃除放送されてるので、外カメで、内カメ、何だそれ、外カメか内カメか、違う、内カメでペットボトル、あ、ペットボトル潰しますって片付してんのよ。たまりがちだから、私が失敗なのから、失敗なのから、この頃に余裕がないとたまるから。ありがとうございます。心に余裕がないとたまるから、うん、いや、マジでそう、心に余裕がないと汚くなっちゃう。まあでも心のね、あの元気は体の元気だから、ね、みたいなね。そうそうそう、そうなんだ。でそれで、まあ、ペットボトルよく潰すから、この前ショールームさんの本社で千日記念配信あったじゃない。その中に企画でペットボトル潰すってやった、わざわざあのショールーム本社でペットボトル1000g 分、うん、1kg？ 1000g1kg がね、ね、入っ
えっとね、いいね、みんな 1000g でも2リットルのあのペットボトルが何本だっけ、30本ぐらい、40本ぐらい、そんなもんなんだ。それさ、そうそう、潰してさ、どんなリアクションを取るの。わあ、潰れたー。いや、違う違う、シュールの、シュールの、あ、シュールがいるか、シュールがいいの。シュール好きなの。好きそう。シュールの笑い求めてる。シュールの笑い好きなの。好きそう、好きそう、そう、あ、お前好き、え、そう、そうなの。あ、持ってきた、好きそうとか言っちゃった。そう、お腹鳴ってる。ね、わかる、お腹空いたしね。お腹空いた、意味がわからないよね、今。意味が分かってない、うん、それのなんかんじゃない、あんなかいいぞー、アイスあるんじゃない、わかる、アイスあるんじゃない、夢が取ってやる、アイスある。え、まだ取ってやるの、まだあるの。絶対夢ってね、溜めがちなんだよ。夢、私たちに夢って、ね、おやつもね、溜めがちでね、隠す、絶対一番最初に隠す。あ、でもなんか私今日初日を迎えてちょっとね、落ち着いたの。ね、絶対だよ最近。あ、私歌唱力のユニット収録終わったんですよ。めっちゃ楽しみ、マジで楽しみ。早く聞きたい、めっちゃ楽しみ。そう、聞きたい。え、もう曲名って言ってるの。え、まだ言ってない、言ってない、言ってもいいらしいけど言ってないな。そう、じゃあここで夢が解禁して、いや、夢で言っちゃおうかな。中に夢がアンパンマンのマーチ、そう、やっぱ言っちゃった。そう、でもね、ハモリを自分で作って、あ、すごい、あのね、1サビの前のハモリが良かった。いや、わかる、聞いてないよ。え、でもね、レナに聞かせてもらう。あ、それ言ってるよね。組み合わせやってるよね。もちろんもちろん。びっくりした。やばい、やばい、やばい、レナさんやろう、知らなかった。レナさんと、レナさん、知らなかったね。知らなかった、知らなかった。そうだよ、言ったんだけど、ヒノ言っちゃって。いいの、大丈夫、ね、5個の携帯でやってるけど、大丈夫、発表されてるから。あ、ま、あ、みんな知っちゃった。そう、1期、2期、3期で組んで、レイナさんとリリノと3人で。リリノ、リリノがね、すごく上手になってる、あら、めっちゃ楽しみ。そう、後で聞かせるよ。聞く、そう、聞きたい。で、2月10日に放送で、うん、見てください。なんか14組中8人、頑張って。そう、8組優勝してほしい。まあ、だからマジで多いんだけど、確率としては。でも、もうマジで優勝したい。本当にお願いします。え、マジでしてほしい。あおちゃん、え、ね、だって3月2日だからまだいるしね。え、見に行きたい。え、見に行きたい。え、おいでよ。みんなでちょっと有給申請しよう。有給申請、有給っていう、有給っていう、まあもうね、この日オフで、うん、ハートありがとうございます。ひなちゃんの応援来る。いや、マジで全然見に来てほしいけどね。行きたい、めっちゃ見たい。もちろん感動、感動したい。ね、分かる、絶対泣けるよね。感動したい、うん、感動したい。毎回さ、個人戦、まあ、今回ちょっとダメだったけど、個人戦で毎回一人ずつ、なんていうの、ゲスト呼んでて、うんうんうん、そう、それでやっぱみんなね、まあ、マジで泣いてくれるし。え、3月2日は何があるの。3月2日ユニット戦の決勝大会。あ、そういうことか、そうそうそう。え、どうぞ言ってください。うん、今、保護さんはいないんですね。ちょっと言いたいことがあるんですけど。ここにコメント来た。何それ。伝えておきますよ。わざわざ伝えておくよ。葵ちゃん可愛かった。葵ちゃん卒業式と被らない、それは大丈夫です。ツイッターかメールすればいいさ。青ぐらいになると、あの卒業式変えられるんで、日にち。青のためにすごいな。ご心配なさらず、みんなに来てもらうから。行きたい、ガチで行きたい。マジ、うん。え、ピアノの伴奏弾きたい。ちゃん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 。食べする日にとか。コウ君初めて歌った。歌えるの？大丈夫。聞いたことない。ねえ、よく生きてきたね。わかる。高校のコウ君、私も。え、わかる。てかコウ君、小学校しか覚えてない。ね、中学はさすがに覚えてる。私。え、まだ小学校しか覚えてない。小学校。あ、中学思い出した今。新潟の小学校のコウ君覚えてんだよね。え、でも小学、福岡の小学校覚えてる、なんかね、妙に覚えてるよね。言ってるよ。でもあれだよね、ありがとう、心配してくれて。全部が心配、全部が心配。あの、なんとか小学校のとこだけ歌えるんだよね。大丈夫それ言って。いや、大丈夫だろ。え、大丈夫。なんとか小学校、なんとか小学校、え、やばい、一時やばくない、やばくない、大丈夫それ。なんとか小学校、皆さん聞かなかったか。もう今のはやめましょう。もうこれじゃやめましょう。この話はもうやめ。はい、終わり。なかった。嘘ね、信じない。大丈夫、ね、ノリというものです。新潟のです、しか
かも全然大丈夫、うん、新潟も別に普通に言ってる、あの辺に住んでたよって神神神どころ、うん、違う出来島の方、うーん、神どころって読む、神、ああまあでもそ、あ神どころだっけ、ごめんごめんなさい、なんでもないです、ありがとうございます、バラの花、バラの花、チョコのバラ、ありがとうございます、え、チョコ食べたい、おいしいチョコが食べたい、チョコ、なんあるの、作ってくれるの、違う、いや、チョコさ、いや、もうすぐバレンタインだなと思って、なんだそれはわかるよ、わかるわいや、あのね、この前、私の、その、ん、まあ、友達、女の子の友達が今、そのパティシエ見習いをやってて、それでさ、なんか急に LINE でチョコの箱詰めいるって言われたの、食べたいるっつって、それでもらってどうした、食べたい、いや、ちまちま食べてるんだけど、私あれ、つまり手作りなのかな、そういうこと、ちゃんと確認してないんだけどさ、え、写真見てから見たいってことは見たい、てかさ、え、なんでさ、くれる予定もないのに私たちの前話したの、うん、それであげるよっていうのかと思ったのさ、ちまちま食べてる、それってでも、え、これみんな怒っちゃう、えー、すごい、見たい見たい、すっごい、え、なんかもう売ってるレベル、え、これちなみにもう一段あるの、え、すごい、なんか色ついてる、えー、これも手作りってこと、え、わかんないんだけどさ、手作りか聞いてみよう、いや、でも買ったものわざわざ日野にさ、そうだよ、バレンタインで前に渡さないで、そうだよね、聞いてみよう、すごいいいな、みんなのいいな、チョコ作るね、すごいよね、パティシエの友達欲しい、パティシエ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 見習い、ケーキ屋さんの見習いやってる、いいな、なんかアニメなかった、あったかも、ユミール、あ、パティシエル、あー、いちごちゃん、懐かしい、大好きだった、懐かしい、いたいた、チョコ食べたい、チョコ食べたい、お腹空いてきた、ね、わかる、やばい、何時から始めたうちの配信？18分私は、ね、チョコじゃなくて、じゃあもう45分やったのか、はい、それやめる、やめます、やめますか、そうですね、てか目次なんだね、わかる、寝る時間、寝る時間、寝る時間でしょ、早く寝なきゃダメでしょ、あおちゃんの寝る時間で、あお全然夜遅く寝るよ、嘘つき、早いよ、嘘つき、嘘つかないで、うちらも目の前に、あ、それはそうだけど君たち不眠症、え、でもたまにね、あ、でまだほどじゃない、え、青でもたまに3時に寝るよ、早いって、3時はさ、3時が早いわ、3時が早い、おかしいでしょ、3時が早い、青は早い、私もね、でもやだ、青のさ、青がおかしくなっちゃう、うん、それは早い、今日めっちゃ早かったじゃん、まあめっちゃでもないけどさ、早かったね、比較的私たちの中ではマジで久しぶりに、だって青今日10、え、昨日だ、昨日12時くらい、え、朝やん、12時やば、早っ、早っ、全然チョコのバナー、ありがとうございます、あおちゃん普通だよ、ありがとういいな、マジでさ、いい、毎日さ、まだこれからは朝起きて電車乗って、満員電車乗ってさ、会社行くとかさ、信じられない、偉いよみたいな、本当にすごい、え、でもあおちゃんと朝起きて学校行く、偉いそれ、偉いんだよ、偉いよ、でもね、この前ね、人生で初めて遅刻したの、え、雪で、あ、それはしょうがない、これは大丈夫、え、寝坊したことないの、ない、あ、えら、えら、起きれるってこと、え、それって歩きで行くの、まあ、いろいろごめん、濁してた、まあ、前、ね、の方がいい、わざわざ、わざわざ、さっきなんか何でもしないの、なんでそのわざわざ仕掛けちゃった、前、いろいろ、前、いろいろ、北前進とかね、え、なんで起きれるの、北前進とか、一輪車とかね、なん、起きなきゃ終わるから、起きなきゃ怒られるから、いや、わかる、それわかるけどさ、でも起きれない時あるじゃん、アラームかけとくってこと、1個で起きれる、うん、1個は無理、あ、例えばじゃあ6時半に起きるとするじゃん、うん、6時から6時10分、6時20分、25分でかける、え、でもそれ過ぎた後もかける、うわ、あ、わかる、共存できない、わかるけどさ、でも6時にかけるやん、6時にかけて6時に起きて、でも6時半に起きようと思ったらさ、6時半まで寝ない、だから寝るんだって、だから寝るから、うん、ね、だから青は、うん、あの5度寝くらいの計画を立てて寝るの、あー、ちょっとそれは私そうかも、5度、理解できない、絶対ギリギリ、そうすると、あの1回パッと起きるのはもうむずいから、あのだんだん目を覚ましていく、それで、あ、ちょっとでもそうかも、私もやってみてください、まだ寝ないでしょ、いいんだわ、分かる、まだも寝起き、でも寝られないんだよね、うん、まあ、一緒だよ、一緒だよ、
青は寝起き悪いね。え、わかんない。悪いで、夢にはショートスリーパーって言われるけど、まだまショートスリーパーめっちゃわかんない。 NCT ショート多くない？わかる。え、何時間？全然わかんない。まだもう3時間で大丈夫。ありえない。俺と3分の1。え、なんで今配信してんの？帰った方がいいよ。帰りな、そこでな。3時間？うん、やば。夢多分夜公演の埃ぐらいで倒れてる。わかる。なんかさ、昼夜逆転するから、なんかもし、なんかなんていうの、そのあ夜寝れなかったなってなった時、そのまま仕事行く人いるじゃん。うんうん。あ、1日分ずらして、ね、とか、その仕事行くとか、仕事行くまで時間あるけど、今寝ちゃったら起きれなくなるから、みたいな人いるじゃん。私それ信じらんなくて。わかるよ。とりあえず寝れるならギリギリまで寝るよね。わかるわかるわかる。昼夜逆転とかどうしようもないし、うん、寝れるなら寝る。寝れるなら寝る。そうだよね。違う。違う。飲まないんだね。生活です。まあでも選んで、でも昼寝せたい気がする。うん、かわいい。昼寝。昼寝。いやまあ高校生のうちにその卒業しちゃうから。だから確かに。でも逆に言うと、そのままその進学先でもそのテンポが守られるわけじゃん。ね、まだいいんじゃない。非常にいい。うん、今私たちがさ、卒業してさ、じゃあ進学しますとか言ってなった時にもう大変よ。わかるわかる。大変だよね。一限目からいけないの絶対。普通の会社とかもそうじゃない？あの私たちいろんなサイクルがあるからさ、うんうん、なんか午後の日とか夕方の日とかあるけど、普通会社多分同じ時間じゃん。うん、そうそうそう、朝何時半とかね。それができるのかっていう。わかる。絶対に無理。当たり前のことだと思うんだけど。でも人って絶対しなきゃいけない時絶対できるから。たまに失敗してんじゃん。確かに学校は確かに行ってた、そうやって、うん、ね、できてたもん。できてるからできなくはないけど、うん、でもだから今できないのはあれだ、できてないとは言わないけど、うん、あれだよね、そのバラバラなのが悪いよね。うん、そうそうそう、規則な生活で。そうそうそう。え、だって私地元 NGT 入る前さ、うん、目覚ましかけないで起きてたで、いつも起こしました。うん、時間になったら自然に起きるの。すごい。で NGT 入ってからもしばらくあったの、なんか、うん、寝る前にあこの時間に明日は起きると思ったら朝起きれんの、その時間。すごい。魔法みたい。一緒じゃん、同じこと言ってる。確かに。私も寝る前にその時間を想像すると大体そのくらいで起きれる。まあめっちゃ疲れてる時はできないんだけど、ね、たまにできるよね。うん、そうする。疲れてる時ほどアラームかけないでしょ。うん、かけない。マジで本当充電もしないでしょ。そう、充電ない。そう、充電してるの。やば。実家行った時はマジで母が起こしに来た。そうそう、それもある。え、でも今実家帰ってもさ、起こされない、ま、だってそれはだって起きる必要ないじゃん。わかる。めっちゃ起こされる。実家帰ったら一緒に起きる。何でお休みなのに。違う、なんかママと寝るから家で。あ、そうなの。あ、そうなの。実家帰った時布団からすよっつって。あ、そう。ママ起きてって言われる。かわいい。むしろだからこっち新潟来て一人暮らしし始めてから一人で起きれるようになったわ。逆に。うん、実家に。やりすぎしないで。ごめん、首がこっち。それこそ会うと同じ方式。6時半に起きるとしたらもうずっと鳴らしていて、予備もかけといて。でもひなちゃんの良くないとこってマジでギリギリまで寝ちゃうの。へー。で、ひなんち泊まりに行って一緒に仕事行くとき、あ、もうガチ焦んの。めっちゃ焦って。え、何時に起きるの？集合だとし、じゃあ集合が5時だとしたら早すぎ。あ、家出る何分前でいい？うん、家出る10分前に起きるの？多分ちょっと嘘、7分とか。もっとギリギリ。うん、まあガチで言うとそうなもん。この間だってさ、なんかおしゃべり会の日だったからさ、うん、なんか家出る10分前ぐらいにお風呂入っててピンポンしても出てこなくて。あ、そうそうそう、思って。大丈夫？ひなちゃん寝過ごしてんのかと思ったら、ごめんお風呂入ってたって言って。心配になる。心配になる。そう、いや、そうなのよ。1時間でギリ、40分ぐらいでギリかも。そういうのしっかりするだけ、意外に。そうそうそう、なんだ、知らなかった。こう怖だって。こうそうなんだ。あるすごかった。いろんな時間だからね、私たち。そう、やっぱ、それが大変なんだ。だから私も本当はもっと余裕を持ってさ、うん、余裕を持って集合したいのよ、うん、気持ち的には、うん、そんな。でもなんかできないよね。後回しにしちゃうんだよ、なんでも。わかるよ、物事。だから宿題も8月31日に詰め込むタイプだから。うわ、まだまだは。それでできるのがすごい。わかる。できちゃうから、私痛い目見てないから。そういう、できる自信ない。だからできる自信ない。眠くて寝ちゃう。今初日にオールしてるの。最初にやっちゃう派。
そうだって夏休み明けてから書いた読書感想文が県の県じゃねえわ学校の代表になったもん。意味わかんない。得意そうでも読書感想文わかる。得意そう。当時一番に日本語できてたから。ねえ、翔さんが一番日本語できてた。翔さんとは言ってない。中3かな。小学校の時文章力。あとなんか勉強してないとどんどん自分が今どんどんさスマホでさ分かる作っちゃうからさ感じたかって言われたら分かる。本当に小学生で学校とかさすごいなんかそうなってる最近。あこうタブレットとかなんかもう出席のなんか出席とか、うん、なんか何パーセント出席できてるかとか、うん、もう全部なんかパーセンテージで見れる、なんか時代を感じる。分かる。あとなんか課題出してるかも全部なんか見てちゃう。時代感じる。でママに共有されちゃう。え、いい。楽しい。そう、ね。つながってるんだ。じゃあ弟が小6でさ、ね、今学校って何やってんの休み時間。やっぱイメージとしてはさ、外で遊ぶ。鬼ごっこ。鬼ごっこ。寿司だっつって。え、寿司？寿司だ。あのキーボードで。打ち込むやつわかる。ああ、わかるわかる。流れてくる寿司で、例えばなんか、手まりとか書いてあって、うん、キーボードで手まり。来る前にやるの。タイピングのやつ。そうタイピングのやつ。あれを休み時間にやるって。なんで？それはやってた。けど休み時間にはやってない。タブレットみんな一人一台支給されてんのよ。休み時間。小学校で？小学校で。タブレットはすごいわ。そうだからなんか。総合学習みたいな時間で YouTuber やってみましょうって、はい、実際投稿するわけじゃないけど自分たちで動画を作ってみなさいって企画してすごいねやってて YouTuber になる人を専門学校やってる、ね、専門学校やってる、ね、あ弟小学校にして YouTuber の専門学校でも普通に公立の小学校なだって私たちもまださ若いわけじゃんなのにこんな数年でさジェネギア感じるのやばくないすごいよねえ嘘でしょどうなのよ面白いツイッターで言ったらバズりそうな話だよね寿司だ時代感じたねまとめに入ろうとしてる、うん、確かに何してたのみんな小学校の時の休みずっと遊んでた外でドッジボールとかえ分かるサッカーとか体育館とりあえずキックベース体育館ベース体育館と校庭ですでも校庭って大体さ男の子がさサッカーとかでサッカーやってたから何してた鬼ごっこ。明日はバスケとかもやった。マジずっと遊んでるよね小学生って。関係ない。関係ない。関係好きだな。鬼ごっこやってたね。高尾に何だっけ高尾。あなんかわかる。あ高いところのジャンケンやってた。懐かしい。ケイドやったわ。あとさ小一の時までさあの家族ごっことかやってた。家族ごっこ。めっちゃ嫌いだった家族ごっこ。絶対犬でしょ。え言った犬でしょ犬 か, なんかプリキュアとかだったら横にいる妖精そうそう向いてる絶対そういいずっとやってたすごい嫌だったごっこ遊び好きだった妖精ごっこしてた小1小2ぐらいまでかわいい、だからプリキュアごっことかしてたあとね好き自由帳を一冊全部丸々漫画描いてたすごい。だから絵うまいんじゃないですかいや全然下手だよ当時は1は10ページを 何作も作って好きってやってその時からそういうなんか絵の才能とか絵が下手だけど好きだったの好きそういうのはすごい何してたからだけどね爪が折れる妄想好きだったんだね妄想が好きってどういうことどういう自己紹介それ小学校妄想が好きやそれ MC で言ってほしいよわかる妄想が妖精ごっこもなんか妖精で妄想するの自分で考えてそうプリキュアとかそれ既存のもんじゃないいやでも大事だと思うすごい妄想力って大事マジでマジでほんと小学校2年生くらいの自分がはるちゃんに見えるよねそれはそれであれだけどあ似てんの、ね、ちょっとあでも確かにはるかの道は結構みんな通る誰しも何まだまだ途中なのまだ成長過程過程中なのそうそうそう確かにはるかの道は通ったマジ黒歴史っても過言じゃないけどいっぱい書いてた意外と面白い話もあったです小学校なんてね無限大だよなねえ懐かしい小学校小学校に戻りたいな。大丈夫？大丈夫？待って、爪切り壊したから。自身の？
自身、うん、自分の自身ありがとうございます。まだらしくない。ありがとうございます。小さい頃の将来の夢は、まあ、リアルに、うん、何も覚えてないんだけど、ちゃんと物心あった時は、うん、の一番最初は、あ、思い出した、お医者さんだった。まあ、保育士だった。でも聞いて、青のお医者さんになりたいと思った、うんうんうん、エピソード、うん、ヘリコプターに乗るお医者、ドクターヘリ救命救急救命のやつじゃん。ガッキーが出てたやつでしょ。影響されまくり。ああ、そうですね。安心して、今ビフォーアフター見て建築がいいんだけど。え、あおさん、ビフォーアフターめっちゃ好きだったんだよ。何好きだったの？それしてたもん。すごいよね。自分さ、夢とした。絶対した。そしたらね、夢が小学校の頃だったんだけど、弟にパクられて、弟の卒園アルバムに建築家って書かれて、悔しかった。逆にのビフォーアフター。え、めっちゃビフォーアフター好きだった。好きだった。じゃあ今ってもうやってないの？確かに見てない。じゃあ、え、今の小学生じゃ知らないってこと？知らないんだ。なんか知恵の輪やってるみたい。カチャカチャカチャ。そう、私将来夢何だったの？え、なんか横綱だったの。本当に？そうなんだ。どういうこと？いや、もっとちっちゃい時だけど。あれってちっちゃい頃の夢か。今のあれかと思った。なんで今の夢？マジ横綱になりたい。だから、え、横綱になりたい。同じですか？もっと同じじゃないよ。もっとすべきことがある。あ、ちっちゃい頃のあれね。ちっちゃい頃横綱になりたくて。心配した。ね、そう、ちっちゃい頃はね。でもなんかだんだんさ、幼稚園の時とかさ、なんか周りを気にしだしてさ、ケーキ屋さんとかも行ってた。ああ、ケーキ屋さん、花屋さんは一回そういう店で。なんか合わせるよね、その時。パティシエって書いてたままなもん。ああ、パティシエ多いよね。ママに絶対嘘じゃんって言われる。わかる。絶対嘘じゃんって。あの、男子だったらサッカー選手みたいな。あ、そうそうそう。あと AKB になりたいってめっちゃ多かった、ほんと。あ、そうなんだ。めっちゃ、みんな誘われる感じだ。幼稚園。幼稚園、幼稚園。すごい。幼稚園だって2011年とか10年とか。若っ、え、若っ、若すぎる。ちょっと今感じた。でも確かに小学生になるとアイドルなんてなれるわけないとか、アイドルむしろアンチ派が多いのよ。現実っていうかね。そうそうそう、まあ、遠い夢だから、いや、アイドルとかぶりっこしてるだけじゃんみたいな生きがる時代なのよ、小3小4って。わかるんだよね。だから夢に書かないの、 AKB とか。でも幼稚園はもうキラキラしたものが大好きだから。ああ、いいね。好き。私芸能人って書いてた。よー、かなった。幼稚園はキュアアクアって書いてた。めっちゃ具体的に。あ、もうキュアパッションって書いてた時ある。待って、若すぎる。キュアパッション、ね、キュアパッション、あ、若いやつ。こっちなんね、曲がる、こうやってなる、あ、そっちね。なんかいろんなこと通って、タレント、歌手、アイドル、声優、女優全部通って芸能人って書くようにしたら、小学生って芸能人って置くよ、ね、意味わかんないから、うん、芸人さんだと思うんだ。あ、お笑いの方ね。そう、芸能人ってイコール芸人だと思ってたから生まれてたってこと、ね、お笑いで、お笑いの日のなんかもう一個足りないんじゃない？パーツが面白い。でも今、学校の先生も今切れるさえすればいいかったかな。でもなんで学校の先生通ったかっていうと、普通に授業を受けてて、私この先生よりもうまく授業できるなって、マセガキがね、若い時に思ったわけ、ね、あ、そう、わかる。これは小学校で、なんかミユもね、学校の先生行ってたね。分かったかも、ここに挟めばいいんじゃない？あー、ミユもね、似合いそう。絶対できない、学校の先生。わかる、できない。すごい、ね、こんばんは。ありがとう、やった、ありがとうございます。できるかわかんないけど、え、もうあと将来さ、これこうやって押さえてもらって、今なんて書くの？じゃあ将来夢って、確かに少ない。うん、私唯一無二の表現者だけど、かっけー、かっこいい、ね、惜しい惜しい、絶対惜しいねえ、絶対に惜しい。面白いね、ひの。え、でもすごいと思う、なんかそういう具体的な自分で言って、自分で全然具体的じゃなくない？え、具体的だよ、言葉に表せるだけ。なんか近い未来じゃん、なんか。まあでも、なんか将来で、なんかっぽくない？表現者です。その将来って職業じゃない、職業にとらわれたくないなって。いや、でもこういう人でありたいみたいな。そうそう、なんか女優さんとかだったら簡単に言えるけどさ、でもさ、女優さんってさ、別になろうと思えばさ、じゃあちょっと舞台頑張って出ますとかさ、全然ちっちゃい舞台で、でもこんな感じだと思うから、ありがとう、こんな感じあるから、女優って名乗れるじゃん。だからなんかそうではなくて、なくて、どういう人になりたいか、何かと表現、何かしら表現する、自分の表現。私ですか、私の将来は、応援します。うん、秘密、恥ずかしいので言えません。恥ずかしいね、あおちゃん。けど勉強しなきゃいけないので。えらちいよ。
貸していただけると。え、どうする、何分まで。ね、普通にもう1時間はやってよ。チョコありがとうございます。あ、あれどこしてんの、ノット、あ、よかったよ、おめでとう。どうやったの、わかんない、明日、明日か、聞きたい聞きたい。いや、恥ずかしくないですけど秘密なんだよね。でもさ、でもすごい、そう、いい感じ、軸かってていい感じ、ちゃんとちゃんと中学校ぐらいからすごい指とブルブル見えるの、私だけ。え、ひなって指なの、うん、じゃないよね、髪色じゃない？手がすっごい指なの。どっちもいける。見て、この手のひら。メイクはこれ全部ブルベだよ。すっごい手のひら見て、ゆめた。見てこの手のひら。みかん好きそう。指の手してる。指の手してるけど。私ブルベねって。めっちゃそうだ。ね、うちらも見せよ。でもなのにメイクすると。どう、うちら。なんか青がブルベに見える。マジ？マナが指なのは主役として、で、ゆめたんがブルブなのはもう分かってるから、あんまり手のひらは、まあ、でもうちありがとうございます。マジ指、なんか分かんないんだよね。バーソナルカラー診断してみたい、どっちもいける、ちゃんと行きたい。あと顔タイプも知りたい。してしてくる、顔タイプだって自分でできるよ。できないよ。できるって、やって、じゃあ今度、多分フレッシュだよ絶対違う、フレッシュなんて、クール系じゃないの、すごい治ってる。フレッシュじゃなくない、フレッシュってさ。ありがとうございます。私フレッシュだよ。あ、ひながマナがかと思った。違う違う、マナもでも近しいと思う。絶対フレッシュじゃない。大人顔って何、クールってこと。あ、大人、はい、ということで、なんかここが短い人は子供顔。おー、あ、まあでも私、いや、むず、うん、なんじゃないかな。ということで、そろ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 だね。ね、参りにしましょう。ランクイング読みます。ランクイング、じゃあゆめから。はい、最後日ので、はい、はい、いきます。13位、 MS0533 ギリタンシオさん、 MS0533 ケンジさん、チュウさん、ありがとうございます。ジュニテッチーさん、ワンワンさん、シナタンさん、ニュースさん、サトシオさん、ありがとうございます。シッチマキアトさん、アサダルイさん、青森からさん、デコプニさん、星太郎さん、ありがとうございます。ジュイポンキッチさん、竹蔵さん、ハルさん、佐藤ハブオさん、トパキューさん、ありがとうございます。9位、シンゴさん、セトムのシュウさん、オセキさん、ミスタムさん、クズチーさん、ありがとうございます。8位、ヒンジさん、タマホテートさん、マイケンさん、ユイチくんさん、ベロさん、ありがとうございます。7位、テルマイカタグッさん、ジーさん、ミルさん、赤道のターボーさん、ありがとうございます。6位、ぼっちこちゃんさん、佐賀修一さん、フレッシュミオリさん、マスルさん、はやどり、はやどり、5位、まこちゃんさん、コウスケさん、ポンポンさん、コバさん、おそどり、ありがとうございます。4位、ゆきさん、しんさん、ゆみさん、しんちゃんのささん、ひよりげたさん、ありがとうございます。3位、ハムヒロさん、うさこさん、きんたさん、えちごさん、さん、とうごさん、ありがとうございます。2位、なんちゃんさん、りょうすけさん、よくんさん、たかしさん、昔からおじいさん、ありがとうございます。1位、まりもみさん、りょざえもんさん、あじやさん、ワードのかずさん、しんちゃろすさん、ありがとうございます。公演後にありがとうございます。明日ゆっくり振り返り配信するんで、よろしく ね、 よろしくね、今日はもうちょっと休ませて、 DMM 見てね。